はい、どうも皆さんこんにちはかな、枝豆でございます。チャンネルのねウープ主でございます。と今回はですね、とこのセブンディーマーク2に関する動画でございます。ちょっとね、だいたい 2回くらいね、ちょっとセブンディーマーク2の動画をね挟もうと思います。ちょっとカメラネタがね前のチャンネルほどないのでね、カメラネタやっていこうと思います。まあ、今回はですね、セブンディーマーク2長期仕様でね、こういう写真撮れたよみたいな感想とかね、これこういうね、セブンディーだからこう撮れたんだよみたいなね、そういう長期仕様のね感想みたいな動画にねしようと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、画面が切り替わったと思います。ここからはセブンディーマーク2でね撮った作例なんかを見つつね、あこんなカメラ使ってきたんだな、みたいな風にね。まあ、長期仕様のね、感想、まあ、長期仕様の中で撮った写真をね、見ていこうと思います。うまく撮れてるといいな。じゃあまず、ね、動きモードといってもまず簡単なところから行きましょうかね。はい、これはですね、まあ、電車ですね。まあ、電車がただ横にね、こう、画面の左から右へとね、こう走っていくところをセブンディーマーク2で捉えたわけですけども、とこの時使用していたレンズが 2405mm ですね。で、まあちょっと拡大してみますと、拡大というかまあ、これで等倍にしてみましょうか。はい、ドン。このディスプレイで等倍でいくと、やっぱりね、セブンディーマーク2画素数がないのがちょっと気になりますけど、まあ割と改造している方だとは思います。なかなかいいですね。はい、戻しますよ。すごいですね。レンズ性能も相まってですけど、この、なんでしょうか。稲穂の質感も一つ一つわかるんじゃないでしょうかね。で、空の青もね、ちょっと気持ちいい感じに。セブンディーマーク2、これオートホワイトバランスで撮影しております。ね、キャノンですからね。では次行きましょう。はい。次もね、電車ですけど、次は打って変わって曇りの日ですね。で、ちょっと雨も降っていた日に、臨時列車でナゴミがね走ったのを撮影してみました。まず全体的に見てこのね雨でしっとりしている感じとか曇りのねそのなんでしょうかどんよりというかしっとりした感じをねうまく全体的にね捉えてくれるホワイトバランス、そして画像エンジン画像センサーではないかなというふうに思っています。ちょっとこれ等倍で見てみましょう。はい、ドン。ちょっとねシャッタースピードが遅くてちょっと胴体ブレしてるし、ISO感度もね、高いので、ちょっとなーって感じもしますけども、これ、ちょっとね、画面キャプチャーなのでよく映ってるかどうかわかんないんですけど、よーく見てみると雨粒までね、捉えておりますね。さすが、セブンディーマーク2、素晴らしいなと思っております。では次行きます。はい。では次、動き物といってもね、ちょっとスピードが上がって、新幹線でございます。はい、いいですね。で、こちら、E5 系、はやぶさですね。おなじみ、栗駒高原駅でございます。320キロで通過がね、有名な駅でございますけども。と、これ、E5 系、はやぶさの後ろになります。ね、やっぱ、去っていくところっていうのは AF もね、合いやすくて、ね、拡大してみると、まあ、割とね、ちょっと絞りが甘くて、ちょっと改造してる感薄いですけど、どうですかね、この、ちょっと西日を浴びてる新幹線なんですけども、表面の質感というか、非常によく出ているなと思いますね。で、明暗さもはっきりしていて、こういう暗いところも、なんて言うんですかね、黒つぶれしない程度に見えていて、さすがにね、こう、下はね、真っ暗になっちゃってるんですけど、これ、連射で、セブンディーマーク2、毎秒10コマの連射で、バババババッと、その通過する一瞬でね、仕留めることができました。で、300キロオーバーのスピードで去っていく新幹線を、ね、これ7ニッパーで撮ったんですけど、まあ、ここまで捉えててくれればね、全然9大点じゃないかなと、ね、思っております。にしてもね、なかなか改造感いいと思います。こちら打って変わって止まっている新幹線ですね。もうこれはね、もう動いてるわけじゃないので、AF もね、バチッと決まってますね。この横とかも、すごいですね。まあ、これはね、センサーの性能というか、どちらかというと、まあ、レンズの性能がね、これ確か7200で撮った写真だったと思いますけども。
いやー、でも素晴らしいですね。この、なんだろう。板が、板つうか外板がまっすぐじゃなくて、ちょっと多少たわみがあるっていう、ね。そういうところまではっきり映していて、しかもこの、なんて言うんですか。先頭車両のこの汚れている感じも、ね。2020万画素しかないセンサーですけど、ね、ここまでしっかり描き出してくる。ちょっと、私もびっくりしましたね。最初は、2020万画素か、みたいな風に思ってたんですけど、いや、全然そんなことありませんでしたね。お、次はね、飛行機になりましたね。はい、これは仙台空港で撮影した787ですね。これ、155-100mm というちょっと古いレンズで撮影したんですけども、ね、思いっきり絞って撮影しております。ちょっとね、胴体ブレしてる感あるんですけど、ね、つぶさに見ていくとこう、細かいところの文字とか、ちゃんと見れるくらいにね、改造してるかなと思います。まあ、7B Mark II画素数はないですけど、この程度のね、大きさで写してしまえばもう改造感バッチリですね。ね、このくらいまで拡大してもまあまあ改造してるかなと思います。はい、じゃあね、どんどん時間もなくなっていくのでね、次に行こうと思います。次の写真は、はい、ドン、これもね、仙台空港で撮影した飛行機ですね。ちょっとね、この時日がちょっと西に傾きかけている時間帯だったんですけども、これもちょっと拡大してみましょうか。はい、ドン、ね、モニターで等倍で見てるとこんな感じですね。まあ、距離が近くて大型機ということもあるんですけど、これ GE のロゴですね。もうはっきりと映し出していますね。これはいいですね。これ F 何ぼだったかな。ちょっとプロパティを見てみましょう。これ F9 ですね。174mmF9 で撮影しております。だいたい 180mm くらいですね。で、F9 でまあ、古いレンズとはいえ、ね、ここまで改造してくれると嬉しいですよね。やっぱ AF 合うのが早いと、それだけシャッターチャンスも増えるんでね。あとこう連写が早いと、こうもうちょっとここの前と後ろが詰まってくるとね、尻切れとか頭が切れてたりとか、そういう写真が増えてしまうんですけど、その間ちょっとのところで高速連写で仕留めるということで、こうちょうどいい配置にね、できた写真なのかなというふうに思っています。はい、次、はい、ドン。これちょっとね、ちょっと高速連写っていうのをね、お見せしようかなというふうに、お見せというか、ちょっと写真2枚でその連写がどれだけ効いてるかっていうのをね、お見せしようと思います。で、これまあちょっとあんまり良くない写真ですけど、後追いでね、タイヤ地面にくっついてないですよね。でも、ものすごいギリギリを捉えていると思います。で、その次の瞬間にはもう、はい、ドン。どっちでしょう？右の車輪ですね。右の車輪がもう地面についちゃってます。ね。だからこれと、ここ、このつくかつかないかっていう、このギリギリのね、間。まあ、これついてるように見えますけど、陽炎でそう見えるだけですね。はい。ね、そのギリギリの間をね、こう、やっぱ高速連射 0.1 秒の間に何が起こるかっていうことをね、捉えてやってるというね。はい。で、次、ブルーインパルスですね。今度これは流し撮りの作例になります。流し撮りになるとね、ちょっと絵が甘くなりがちですけどね、これも拡大していきます。これもね、何回かシャッター切った中でね、撮ったものですけどね、実に綺麗なんじゃないでしょうか。で、こう飛行機の写真撮ってるとき、僕はだいたい機体のこの辺にね、AF ポイント、真ん中ら辺に AF ポイントを置いて撮影してる。こう流し撮りでね、背景も流れていく中で、ね、わーっとカメラを横に振って、しかも連写で、機体との距離感も微妙に変わっていくっていうところ。で、やっぱこういうのだと、やっぱ連写と、その、ね、高精度な、ね、AF 早いですからね、7D Mark II。というのがね、出てきてる。じゃないかなと思います。ね、こう拡大してっても、ちょっとモニター等倍。はい。ここまで行っても、ね、この文字が見えるくらいね、しっかり止まっています。画素数ないない言っても、これくらいの大きさで
ね、画面で被写体を捉えているんだったらね、十分、ちょっとトリミングするくらいだったらね、問題ないかなというふうに思います。はい、次。はい。いや、これですよ。7D Mark II といえばこれなんですよ。まあ、これを見せられてね、どういうことだとなるかもしれませんけど、前に持っていかれない AF なんですね。まあ、この作、本当に、作というか、これ、吹き流しですね。この縦のやつ。これ本当に一瞬でピューっていっちゃうんですけど、ね、でも着陸なので比較的スピードも遅いですわ。なので、まあ持っていかれがちになることもあるんですけど、さすが 7D Mark II の AF ですね。被写体をね、バッツリ捉えて、ちょっとブレで甘くなってますけど、離しませんと思います。で、向かってくる飛行機はどうだと、戦闘機はどうだと。これは F2 ですね。ちょっとね、500mm であんまり絞ってなかったので、描写甘いですけど、まあその甘い分覗けば、まあまあバッチリ映ってるんじゃないですかね。ね、こう、ね、戦闘機もね、300キロ近いスピードで降りてくるわけで、ね、そんな中でこの大きさで画面で捉えて、でまあ大体この辺に AF ポイントを置いてと。で、なおかつ、こうね、ちょっと甘いですけど、まあなんとなく捉えてる。ね、ここまでね、捉えててくれれば問題ないかなと。ね、これ 7D Mark II って割かし端っこに AF ポイントが置いてあるので、ね、こうちょっと上の方に置いたりなんかしても十分 AF 効く範囲なので、ね、こうほら、拡大していくとバッチシピント合ってますね。まあちょっと画素数がね、ないのが痛いですけど、そこさえ気にしなければ問題ないですね。もうバッチし、端っこでも合ってます。で、飛んでる機体になると。ね、この、なんて言うんですか。この空気の層みたいなやつまで捉えてる。いやー、さすがキャノン製のセンサーね、すごいですね。で、このスモークのね、一個一個のモコモコの質感もね、超望遠で甘くはなっているんですけど、それでも、バッチリ捉えていますね。はい、次。いや、これね、時速何キロくらいだろうな。5、600キロ以上。で、ね、背面飛行で飛んでるところを望遠でパシッ抜いたんですけど、いや、実にこの青、綺麗だと思いませんか？これ、オートホワイトバランスですね。ほぼ、オートホワイトバランス。ちょっとパラメータいじっただけなんですけど、いや、ちょっといじっただけでね、こんなに青がね、綺麗に出てくれたらいいなと思いますね。やっぱキャノンさんね、ホワイトバランスいいので、青空のね、抜け感っていうのもね、わかりやすいかなというふうに思います。で、これですよ。これもね、もう上向いて、ほぼ真上ですね。ほぼ真上向いて、ね、すげえスピードで通過してってる T4 を撮ってるわけですけども、ここでもね、やっぱ AF 性能って生きてきますね。ちょっとね、若干胴体ブレも感じますけど、ピント自体はね、もうパシッと合ってますね。文字がしっかり読めるのでピント合ってるなと思います。いや、もうここまでね、このスピードで飛んでいくものをね、パシッて捉えるというのができてしまったらもうね、十分じゃないでしょうか。はい。はい、次。こっからね、ちょっとね、数枚取り挟みます。いやー、実にいいんじゃないでしょうか。これ、モノクロじゃないんですよ、実を言うと。またね、くちばしのとこよーく見ると、色ついてるの分かりますかね？うっすら黄色になっていると思います。ね、なんだろう、この、モノクロではないんだけど、このモノクロみたいな雰囲気。で、この逆光のシーンで、ね、湖の反射と、ね、鳥の逆光で暗くなってるところ。でも完全に、黒つぶれしてるわけじゃないっていうね。この明暗さと、ね、この羽の透き通ってる感じ。これね、やっぱりうまく捉えてくれたなと思いますね。あと、白鳥もね、結構バタバタね、バッサバッサ羽ばたくので、その羽ばたきがね、一番綺麗な瞬間っていうのも、その単車じゃ撮れないわけですよね。まあ、私がね、あまりうまくないだけでかもしれないですけど、ね、その単車で一枚撮って、あーとかなるよりはもう、そこでパパパッと何枚か連射切って、まあ10枚も切ったら十分ですね。まあ数枚切るのをパパパッパパパッと繰り返していくと、こう羽のね、開きが綺麗なところで撮った画像があると。
でもそれ以外はもう消しちゃえばいいだけですからね。で、これは上を飛んでる魔眼ですね。やっぱね、キャノンさん空向けるといいですね、結構。で、ちょっと拡大します。はい、ドン。いやー、ちょっとね、画素数ないので、いかんせん、あれですけど。ね、まあまあ、しっかり、この魔眼の感じも捉えていますね。こう、羽の感じとか、ね、まあ悪くない。まあ、ことさらいいわけでもないですけど。で、この雲の感じとかね。セブンディーマックスは割とダイナミックレンジ広いんじゃないでしょうかね。はい、ドン。白鳥さんですね、また。これはね、望遠でズドーンって抜いたんですよ。いや、もう実にいいじゃないですか。これね、やっぱり、こう、なんだろう。やっぱ解像感ってね、レンズだけじゃなくて、センサー性能とか AF 性能っていうのがね、関係してくるんだと思いますけども、こう、パシッとね、やっぱ綺麗に捉えますね。こう、若干で周り、フワーっとなって見えるのは、レンズのせいですけども。いや、でも近いとはいえね、2000万画素クラスのカメラでここまで、パシッと改造して出てくれるっていうのはね、個人的にね、すごい嬉しいなと思います。いや、これはね、これ向かってくるところで、ね、顔を見ると、ね、まあ、割かし、ちょっとブレも感じますけど、バチシ、AF 来てますし、いや、何がってこの水の感じですよ。この水の感じと、この白鳥の体に羽毛についた水滴の感じ。これね、逆光で浮かび上がらせてね、うまく捉える。ね、やっぱセブンディーマーク2程度のね、画素数でも割かし捉えてくれるな。まあこれはね、どっちかというとね、やっぱり同じ繰り返しになりますけど、レンズ性能かな、というふうに思っております。はい、戻ってきましたね。はい。ということでね、すごい長くなっちゃいましたけど、まあセブンディーマーク2ね、こういう、ね、普通に何気なくパシャって撮る写真から動いてる、そして向かってくる鳥もね、AF、ちゃんと合わせて、高速連写と高速の AF があってこそのこういうね、写真だと私は思っております。というわけで今回はね、動き物でね、セブンディーマーク2、ね、長期使っててこういう写真撮れたよみたいなね、感想をね、述べてみました。まあ、動き物に対しては本当に文句のつけようがないなというカメラだと思います。まあ、ただ一点も、あーって思うのが、まあ、やっぱ画素数ですよね。まあ、ちょっとね、画素数が足りないなって感じることはあるんですけど、まあ、それ以外でダイナミックレンジも広いですし、あと、なんていうんですかね、ホワイトバランスもね、結構綺麗ですし、いや、でもこの水の透明感がね、映ってるっていうのはね、とても嬉しいと思います。まあ長々喋りましたけど、動き物を中心にというか、電車とか飛行機とか鳥とか、ね、簡単にね、セブンディーマーク2があれば、こういう写真撮れましたっていうね、感想を述べてみました。はい、ありがとうございました。